マグラの結晶か。そういえば聞いたことがある。人気のない土地では触れたものを狂わす。それ迷信じゃなかったの？確かにマグラ。この怪物普通じゃない。まさかこの動き、まるで結晶を守ってるような。くっ、王者の魂をここに。これを、つまり正義のため、覚悟はいいか。切り捨てる。さて、どうする。足を染み寄せる。この一撃で。加減はしない。支援するよ。ありがたい。最善を尽くさないとな。手加減はなしだ。慌てること使えるというな。シェイカー、癒しの力よ。助かる。さて、王者の力、この身に宿れ。やるぞ、行くぞ。シル、この力で。まだ倒れるわけには。借りができたな。正義の悪は正す。はあ、剣なら使いな。英雄の力。ここで諦めるわけには。体力の残り少ないよ。王者の魂をここに。最善を突き、ファイター。叩き切る。行くぞ、叩き切る。行くぞ。ちょっと待って。この力で。これを、つまりスパイター。ケルノール、よく狙って。ダメだ。無理はしないで。スライアスの体力が減ってる。刺激で。落ち着いていく。加減はしない。癒しの力よ。助かる。貴族として覚悟はいいか。どう？この使えるというな。王者の魂をここに。立て直す。さすがだな。サイズファイター。回避成功。さすが。出しを染み寄せ。落ち着いていこう。加減はしない。癒しの力よ。借りができたな。正義のファイター使えるというな。残したか。貴族として。表情際が悪い。ファイター、ただ小詰めを頼む。最善を尽くさないとな。これなら。まだ
やれる。こいつの出番だ。まだ死ぬわけにはいかんのか。気にはなるが、ここで考えても仕方がない。今はとにかく先に進もう。まさか。いいか、
ギリギリ助かった。全員無事のようだな。心臓止まりそうだったけどね。寿命縮まったかも。雨か。ジレルが今日はここで野宿だな。ここを抜ければどこかで乗り合いの馬車も拾えるだろう。それでオートに向かおう。時間が惜しい。馬車を使って大丈夫か。今は国葬のおかげで遠方からの旅人が多い。むしろ目立たないだろう。馬車か。また襲われないといいけど。雨で体が冷えるとまずい。一旦水が来ないところで休むぞ。はぁ、あったかい。生き返る。凍えずに済んだな。こうしてると子供の頃を思い出す。あの頃は野山で夜明かしなんて恥だと思っていた。うちは片田舎の貧乏貴族でな。両親は金の工面で周りに頭を下げてばかり。正直軽蔑していた。貴族の証は格式ある暮らしをすること。あの頃はそう思い込んでいたからな。でも7年前の春だ。村が謎の怪物に襲われた。今思えば人間だったんだ。燃え盛る村で俺は使用人と一緒に逃がされて、避難した先で両親が来るのを待っていた。だがそれが根性の別れになった。軽蔑していた両親は逃げ遅れた者を守るために最後まで残って応戦していたんだ。それは立派だ。天地がひっくり返ったよ。初めてわかった。あれこそ貴族だってな。でも結局村は失われ、残ったのは人間に滅ぼされた村ってちっぽけな歴史だけだ。父はあの時オートに助けを求めたのに無視され続けた。軍は人間の脅威をとうに知っていたはずなんだ。もしも軍がルイが自身の名声を高めるためわざと見捨てたんだとしたら、俺はルイを。ねえクライアス、私たち仲間になったんだよね。だったら話していいと思う。そうだな。そいつの持つ剣を見ていろいろ思い出してたところだ。剣がどうかしたのか。あの剣は組織の使者の証でもあるが、元は幼い殿下のために
陛下から授けられたものでな、魔法の素養が高い殿下に馴染むよう地金にマグラが練り込まれた特別な品だった。だが殿下は稽古に飽きては剣を浮かせたり、それに飛び乗ろうとしたり、手を焼かされたものだ。そんな日々も長く続かなかった。ことの始まりは12年前だ。聞いたことくらいあるさ。王子が襲われたんだろう。企みに気づけなかった。俺の失態だ。あの晩もこんな雨だったな。王子殿下、こちらへ。何をしている？おい！待て！よくも殿下を！王子殿下は一命を取り留めたが、受けた呪いは驚くほど複雑な魔法だった。王都中の魔法医が集められたが、誰一人手に負えず、殿下の体は日に日に弱っていった。もはや術者本人に設計を吐かせない限り開示は困難だが、相手はルイだ。望みは薄い。となると方法は一つ。術者の死をもって術の持続を止めるしかない。なぜルイが犯人だと？見たのさ、この駅士の一人がな。当時ルイは今のお前たちよりもっと若くて大人の体格じゃなかった。見間違うはずがない。それが今では救世主扱い。王家二代を手にかけた国賊がだ。王子殿下と亡き陛下に報いるため、そして何より王国の未来のために、必ず奴を討たねばならない。これがルイを殺す理由だ。なるほどな。奴が返り咲くため、人間の恐ろしさを触れ回るために、俺の故郷も餌にされたわけか。極秘の情報なんだろう。話してくれて感謝する。我らローグ族は恩義を三代先まで忘れない。ただし恨みもだ。ルイを決して許すわけにはいかない。まさかそんな事情とはな。なあ、お前にとってもこの任務は大事ってことでいいんだよな？ああ、もちろん。想像してたよりずっと重い荷物を背負ってたんだな。何にせよお前は命の恩人だ。それに共に大切なものを守りたいと思う同志だ。一緒にこの国を救ってやろう。しかし夜は冷えるな。
そろそろ飯にするか。王とはもうすぐなんだ。前祝いと行こうじゃないか。国葬まであと4日。よし、秘密裏に事を運ぶためノルドハイ鉱山を抜けることにした一行は、新たな力を得て国軍の追手とドラゴンという脅威を振り払った。思わぬ足止めにかかった時間を取り戻すため辻馬車を探すのだった。国葬まであと2日。ようやく馬車が拾えたな。これで国葬には無事間に合いそうだ。前に馬車乗ってた時は賊に襲われたのよ。今考えるとあれ、ルイの信奉者ね。思い出したくもないけど。今のお前たちなら賊ごときに遅れは取らんだろう。心配するな。こうしてると出発した日のことを思い出すな。あの時はまさか俺とお前の他に誰も生きて帰れないなんて想像もしてなかった。先のことなんてわからないもんだな。本番はここからだけど。別に弱気になったわけじゃない。やるべきことはわかってるさ。はあ、短い間にいろいろありすぎた。私たちが世の中だと思ってた景色ってなんてちっぽけだったのかしら。生まれた町から一歩も出ずに生涯を終える者もざらにいる。だが俺たちを待つ運命はどうもそうじゃないらしい。そろそろ王都だ。あまり喋るな。あなたはもしや戻られたのですね。遠路ご苦労様でした。まだこの顔を忘れていない者がいたとは驚きだ。何を言われます。まあ陛下が亡くなったと聞けばな。知らない建物が増えたな。離れていた時の長さを実感する。軍が一番変わりましたよ。水面下の後継者争いに振り回され、正直誰を守る軍なのかわからない時があります。おまけに辺境で怪物騒ぎまで。兵もろくに足りていません。混乱も明日までだ。国葬が済めば次の王も正式に決まる。そうなれば捜索隊もお役御免か。そんなものがあったことなどほとんど誰も覚えていないだろう。国葬まであと1日。ノルドハイ鉱山を抜け辻馬車を拾った一行は、国葬の前日までにユークロニア連合王国の首都王都グラントラドに戻ってきた。長期はためく街並みを眺めながら、果たすべき目的の大きさに改めて身を引き締めるのだった。ったりせんだろうな。明日の国葬大丈夫なの？兵隊さんが足りないと聞いたわ。心配いらんだろう。
おいら方は皆ご自分の護衛を連れてる。そうそう荒事など起きんよ。人目を引くなよ。日陰通りにミツバチのささやき亭って宿がある。詳しい話はついてからだ。行くわよ。クスコロ。スリに気をつけてよね。あんたが一番狙われそう。ここよし。戻ったのかい。お父さん、お帰りなさい。マリア、いい子にしてたか。こいつらは今度入った新兵の小僧たちだ。ずいぶん若いね。よろしく。ここで宿屋をやってるファビアンヌよ。マリアもちゃんと挨拶して。いらっしゃいませ。おい、注文まだなのか。マリア、お願いできるかい。うん、わかった。聞いてたより戻りが早いじゃないか。何かあった？兵をな、ずいぶん失った。そっか。まさかグライアスが子持ちとはな。いつもすまないな。マリアのこと、もう少しだけ頼めるか。任せといて。今やうちの看板娘さ。この人に付き合わされて疲れたろう。とびっきりうまい夕飯用意するからさ。飯が済んだら上に行くぞ。おいしい。うん、これから舌が落ち着いて食え。うまかったな。特にあの肉、焼けるような辛さが食べてるうちに癖になって。御堂鶏の紅高層焼き、あいつの故郷の名物料理だ。ここは組織の息がかかった宿でな、あいつには世話になりっぱなしだ。手駒が少ないとは聞いたが、本当に俺たちだけなのか。別動してる者もいると聞いてはいる。だが不在の間、訪ねてきた同士はいなかったそうだ。匿名は俺たちでやるしかない。ルイの暗殺か。大仕事だぞ。グライアス、作戦はあるの？聞かせて。葬儀の最中に殺す？白昼だぞ。無理に決まってる。そこを逃せば狙える機会は他にない。大丈夫だ。ルイに近づくのは俺だけだ。お前たちは別の場所からルイの気を引いてくれ。その隙に俺が背後に回る。例の力は目立ちすぎる。当てにするなよ。怪物退治と人殺しは別物だ。獲物はこいつを使う。正気か。相手は凄腕の魔導士なんだぞ。俺たちも何か。ダメだ、邪魔になる。組みついて直に首をかっ切る。これが一番確実なんだ。経験もある。隙さえ作れれば問題ない。わかった。それしかないってことか。よかったらマリアに声をかけてやってくれ。一人で寂しがってるはずだ。一緒に寝てやらないのか。今夜は準備がある。部屋には近づけられない。完全に父親の顔だな。悪い。俺は早めに休む。疲れを取っておかなきゃ足手まといになっちまう。もうみんな勝手ね。けどマリアを放っておくのもかわいそうだし、一応話しかけに行ってみる。どうかしたの？一緒に遊ぼうと思って。マリアと遊ぶの？もう夜だよ。そういえばお父さんが言ってた、珍しい本を持ってるから見せてもらえって。本に興味があるの？まだ見たことないから、どんなのかなって。一緒に読む？本当？あ、でもお手伝いが。
マリア、ここはもう大丈夫だから上で遊んできな。いいの？今日もよく頑張ったからね。本読みたい。絵もいっぱい。本ってこういうのなんだね。字はね、ファビアーヌさんに教わったの。店の手伝いにも役立つからって。毎晩手伝いをしてるの？うん、大変だけど、でも楽しいよ。頑張ると褒めてくれるし、嬉しい。入るなって言われたけど、我慢もできるよ。無理はしてない。平気だよ、いつもだし。帰ってきたから今日は嬉しい。ありがとう。お話できてすごく楽しい。また一緒に遊ぼう。本当に？また遊んでくれる？じゃあ約束。お父さんの仕事を手伝うんでしょ？怪我しないでね。危ない仕事もあるって聞いてるから。心清き少女マリア、彼女こそ世良氏の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。ありがとう。しばらくお家にいるかな。すぐにお別れだと寂しいかも。いるようにお願いしてみよう。うん、これもう少しだけ読んだらファビアーヌさんのとこで寝るね。書いてあるの？社会が国民を守る、これがこの理想郷の基本理念であるね。誰もが平等で安全に暮らし、生活に貧富の差はない、故に争いもない、全員が助け合うべき仲間なのだ。つまりみんな喧嘩しないで仲良く暮らしてるってことね。すごい、こんな場所どこにあるの？ここでなら仲間外れにされることもないんだよね。マリアも行ってみたいな。ほん、
もうちょっとだけ読んでいい？こりゃ当分寝られそうにないね。夜明けとともに大聖堂へ向けた葬列が始まる。王の棺が城を出発した。城下を練り歩き、最後に大聖堂まで運ばれる。お前たちは大聖堂で警備兵に紛れろ。合図したら騒ぎを起こしてルイの気を引いてもらう。兵隊に紛れるって、制服はもう。ファビアンヌに無理言って繕ってもらった。一晩でか。徹夜だろうに。どれどれ。昨日はマリアが世話になったな。また相手をしてやってくれ。うん、任せて。すまんな、なかなか友達もできないみたいでな。ここを出たら別行動だ。分かってるな。大聖堂に着いたら警備兵を装い、中で騒ぎを起こす。こっちは大丈夫だからさ、心配しないで。お父さん、夜には帰る。いい子にしてるんだぞ。大丈夫だよ。うん、帰ってきたらみんなで一緒に夕飯を食べよう。気をつけて。行ってらっしゃい。全て終えたら夜にここで合流だ。頼んだぞ。ああ、全力を尽くす。よし、準備して大聖堂に向かうぞ。いいか。よし。領主に貴族に将軍もいるわ。そうそうたる顔ぶれよ。グライアスは見えるか。自分が王とでも言っているようではないか。けだものめ。愚かな王は死んだ。ここに居並ぶ貴族や宗教家どもに失望し、自らの弱さに打ちひしがれたのだ。言わせておけば。なんて言い草。狂ってる。葬儀の場でルイ様の言う通り、貴族どもが悪い。もっと言って。この国は今、有史以来の危機にさらされている。すべての者に現実を見せてやる。壁の中で見る機会もなかったろう。これが人間だ。ただの噂ではない。
今やこの国は人間の巣窟なのだ。